尾形です。よろしくお願いします。今親の方からその実際のレベルとかその血液図を読む力のレベルとかそういう話にいろいろありましたけれども、実際病院でデータをもらって数字をもらうと、それがあるいは診断をもらうと、それは絶対正しいような気になると思うんですけど、数字で出るとなんかそれを決定したというようなことで、そういうふうに感じると思いますけど、実際はそうではないですけど、ちょっとそういうことも含めて発信します。で、骨髄形成症候群、骨髄の病気なので、骨の中にある骨髄ですけれども、そこの病気ですね。で、通常その骨髄には骨髄細胞があって、それが毎日血液の細胞を作っています。血液の細胞というのは赤血球と白血球と血小板、その3つの細胞を作っています。幹細胞っていう言葉を聞いた方もいらっしゃると思います。元になっている、幹になっている書きます。幹の細胞、幹細胞と呼ぶんですけれども、血液を作ることのできる元々の幹細胞ですね。で、ここで多能性と書いてあるのは、血液はこの細胞というのは骨髄系の細胞と、それからリンパ系の細胞、リンパ球ですかね。そういうリンパ系と骨髄系と大きく分かれていまして、その2つ、それの全てを作ることができるという意味で、多能性というふうな言葉がついています。これはもともとの一番重要な幹細胞という、造血幹細胞ですね。で、それが、ある程度のところでリンパ系と骨髄系に分かれます。リンパ系は元からリンパ球を作るというふうな働きをします。で、骨髄系は赤血球を作ったり、それから白血球を作ったり、血小板を作ったりと、この3つを作るんですね。で、白血球にはいろんな種類がありまして、これ全部白血球なんですよね。核がある細胞で、こういう白血球を見分けるという作業は、機械でも大雑把なことは分かることがあるんですけれども、学級が出てるとか出てないとか、そういう細かいことになると機械では分からないんですね。で、そこの作業は採血をしたら、ガラス板に血液を薄くこう貼り付けるんですね。こういう、で、こういうところが観察に適している、こういうふうな良い標本を作るんですね。で、作った後に染色をします。染色液、これだけではですね、顕微鏡で見ても色がついてないので、核とかに色がついてない、全くこう識別ができないんですね。で、色をつけることによって、で、顕微鏡で見ると、この核に色がついて、あるいは細胞質にも色がついて、識別ができるわけです。で、ここで見ると、赤血球、こういうのは赤血球、全部赤血球ですね。だから、このちっちゃいのが血小板、これも血小板、これも血小板ですね。で、この核のある細胞は全部白血球で、そして、その特徴が見分けられますので、抗変異球だとか、この、ところにちょっとオレンジ色の下流があるとか、あるいはブルーがかった下流があるとか、核の形が特徴的だとか、いろんないくつかの、これでしたらまん丸の核で、下流がほとんどないといういろんな特徴がありますので、それでこう見分けて、これは白血球の、皆さんの白血球の中の細胞たちを見分けていくんですね。で、MDS では、MDS は骨髄細胞の病気なので、骨髄がうまく働けずに、正常な血球細胞が減っていくんですね。それを血球減少と言います。
で血球減少の中には赤血球が減る場合、白血球が減る場合、血小板が減る場合で、単独で見られることもありますけれども、多くの場合はみんな減ってるとか、あるいは赤血球と白血球が減ってるとか、そういう組み合わせで現れることが多いですね。で、赤血球が減りすぎると貧血の症状が出ますし、白血球が減りすぎると感染の症状が出ますし、血小板が減りすぎると出血の症状が出ます。だけれども、これちょっと減ってるとか、よく担当するドクターでも減って大変だとかすぐ騒ぐドクターがいますけれども、人間の体は余裕を持ってできているので、例えば肺の病気をして肩肺を取ったって生きている方っていっぱいいますね。普通の生活ができている方いっぱいいるので、肩甲の腎臓を取っても大丈夫、透析なんかしなくていいです。住んでる普通の生活している方っていっぱいいます。血球もやっぱそうなんです。人間の体は十分な余裕を持ってできているので、例えば赤血球が減った時でもヘモグロビンが8とか、9とか人によりますけど、その人の体のコンディションによってその症状を感じるそのレベルってのはちょっと違うんですけれども、通常は10とか9とかまで、でも通常はあんまり分からないですね。8とか7とかになってくると大抵分かるので、それと前とは違うと、前歩いてた距離を途中で何回か休まなきゃいけなくなるとか、そういう貧血の症状が出てくることなんですね。だけどまたその時期を過ぎて体が慣れちゃうとですね、またそれに慣れて、いや意外と平気ですという方も多いですね。ヘモグロビンが6ぐらいでも普通の生活ができるという人は結構います。若い女性でこの MDS ではないんですけど、若い女性で鉄欠乏性貧血の方だと徐々にいきますので、ヘモグロビンが4とかですね、それぐらいでも普通に生活している人って結構いるんですね。一方ヘモグロビンの減り方がですね、短期間にふっと減るとやっぱ症状が起きやすいんですね。MDS の場合はあんまりそういう短期間っていう減り方はしないんですけどね。で、そういう血球減少を起こす病気っていうのは MDS 以外にたくさんあるので、例えば検診で貧血がありますとか、血球が少ないですとか、そういう血球減少があって、で、どっかの病院を紹介、どっか行きなさいと言われますね。で、多くの場合は血液内科を受診するということになりますけれども、そこで行われる作業は血液内科のドクターがいて、血球減少を起こしている、どの病気で起こしているのかっていうのをまずはっきりさせるという作業をするんですね。でそのうちの一つが MDS ですね。で、血液を取っただけで病気のその原因が分かる場合というのもあります。例えば溶血性貧血、溶血性貧血っていうのは赤血球が壊れて貧血になるっていう病気ですけども、またそれにもいろんな種類がありますけれども、そういう溶血性貧血では血液検査だけで分かります。血液検査だけでわからない場合もあるので、そういう場合にじゃあちょっと骨髄検査を受けた方がいいでしょうと言われて骨髄検査を受けるということになります。で、ここで問題なのは骨髄検査の結果はですね、非常に明確な結果が出る場合もあれば、あまり明確な結果が出ないという場合なんですね。で、その結果が不明確な場合はしばしば更新ということになっています。それはもう現在の医療では避けられないというところもありますけどね。で、その骨髄の検査で MDS の診断が非常に明確に分かりやすいというどういう時かというと、芽球が増えている、芽球という細胞が増えているという場合か、あるいは冠状鉄芽球という特徴的な細胞がたくさんあるか、あるいは特徴的な染色体の異常があると、こういうものがあると診断は比較的簡単です、ね、だけどこれこういうものはないとですね、診断難しい場合がとても
多くて、で、まあ、ここには 10% 以上というのをしてくれるんです。こういうあの異常はですね、ない方の方が実は多いんですね。半分以上はない方なので、そうするとですね、そういった方ではあの、まあ、10% 以上は腰にですね、来られると、北関さんとか、あるいはあの海外でも一流の形跡学者と情報の交換すると、まあ、1割あるいはあの割と言うと2割ぐらい欲しいなとは言われています。で、私たちのところで経験した誤診例、例えばですね、これはあの見ると血栓性血小板減少性というちょっと変わった病気で、あのこれはあの血小板交換というちょっと透析にちょっと近いんですけども、あの血小板交換という特別な治療をして、それであの療法します。これはあの免疫の病気ですね。やっぱり MDS から作って食を進めてたんですけど、その方いらっしゃって見ると、もう典型的な赤学病、これも免疫の病気なんですけども、これは免疫抑制療法を、まあ、やりなさいというふうに進めてたんですね。だからこれは誰がかかですけど、やっぱり MDS と診断して、あの輸血しかないですよって言って輸血をしてたんですけど、こちらいらっしゃって見てみると、赤学病この方はあの、こっちで治療したいというので、こちらで免疫制御をして考えられています。これはですけど、やっぱりあの若い方で、MDS が炎症を進めた、不活性血小板減少でしょう。これは、これも免疫の病気です。免疫の病気が非常に多いですね。これもあの免疫抑制療法と、そういうことになります。これはですね、でこのMDS を診断して移植を進めましたけど、見てみると、あのよくマラソンランナーとかがなる興奮ヘモグロビン尿症って書いてありますけど、走って足の裏とか初めてこうやってますね、そこで赤血球が壊れるんですね。あの高橋直子がなんか重症の貧血持ってました。ああいう同じよくあるんですか、そういうアスリートでよくある壊れて、その壊れたヘモグロビンが尿について尿が赤くなって、そして鉄分がそこに出てくるので、鉄が結合性に結合で、あのそういう病態でしたので、鉄代を投与してそれを割るということです。だからこれは大阪の病院でやっぱり FDS で移植しなさいって言われたんですけれども、これはあの免疫の病気とか全体症に鉄結合性貧血が合併しているので、鉄代を投与してこの方もないこともなくと。けれども、この方は見てみると特発性の骨質減少症ってちょっと難しいので、特に治療はいりません。あの特に感染症を起こさないので、治療をせずにずっと経過を見て何も起こっていません。だからこの方は貧血を繰り返して移植を進めるということですけれども、貧血症候群というのがあって、治療をして経過しています。すいませんよ、だから私が経験したんですけど、ゲスが診断したシェフが紹介されましたけれども、血圧血圧で治療して終わり、見るとですね、全く良性の病気なんです。誤診してるのが良性の、もう簡単に治療できる、知識さえあれば簡単に治療できるような病気が MDS だと誤診されて、若いものですから移植しなさいって言われて、慌ててこっちへ取り組んでる。だから移植年齢でなければもっともっと誤診されてる方がいると思うんですね。移植しなさいって言われてないので、我々のところに来なくてはわからないという方がたくさんいるんだと思います。移植をしてわからない。移植をしちゃってもわからない。移植しちゃってもわからないです。だからこういう方が移植されると、MDS で移植しましたということで、MDS で移植をしたデータなんかに入っちゃうんです。世の中に。ほぼ問題のない方に移植をしてますので、
成績はある程度いいはずです。そういう方は。で、ですので、追加接種方法を診断されたら、まずやるべきことは、本当にそうなのかというのを確認することですね。で、データが疑われていればですね、接種対象があるとかないとか、あるんだったら多分間違いないと。感情哲学があるということであれば多分間違いない。学級が増えているということであれば、多くの場合は間違いないです。これはちょうど今日送られてきた論文原稿ですけれども、今年の7月にですね、オーストリアのウィーンで、MDS の専門家が20人ぐらいですかね、世界中から集まって、主に診断についてワーキンググループでいろいろやったんですけど、私の名前も入ってます。日本では私だけです。で、この最後のジョン・ベネットっていうのが、MDS の概念を確立した人、FAB グループのリーダーですね、いまだに活躍してますけど、で、このピーター・バレットっていうのが、ウィーン大学の教授です。で、ここで、相変わらずですね、相変わらず MDS の診断について議論しているんです。だから、難しいことは難しいです。いまだに、1982年に確立した概念ですけれども、いまだに誤診が多くて、難しい、診断が難しい例がたくさんあるんですよ、ね。それをどうしようかっていうのをやっているので、難しいということは私は否定しません。だから他の病院で誤診されても、なんで誤診したんだという、なかなか責めるのも、ね、難しいとは思うんですけれども、ただ、実際は誤診が多いので、皆さんとしては自衛 していかないといけないということはありますね。で、ここでも書いてありますけれども、感情哲学級が多いとか、骨髄学級が多いとか、典型的な染色体が無異常があるとか、そういうことがあればいいんだけれども、そうでなければ、分子が難しくて、そういうものを解決するため の手段の一つとして、フローサイトメーターっていうのがあるんですね。で、まだ、これ、日本ではちょっと、私どものところしか受けられませんけれども、なかなかこう広めていくのは時間かかりますけれども、こういう活動をして、なんとか誤診をなくしたいというのが一つと、もう一つは彼は先ほどのベネット先生ですけれども、去年、2年前にパリザでちょっと彼がレクチャーになって来たときに、東京に寄ってもらってですね、梅津さんのところに住んでますけどね、若い先生を集めて、顕微鏡で、やっぱり顕微鏡を見る力っていうのはとても重要で、欲しいものをなくすんですね。いろんなことをやってもこう、引っかからないことがあるので、最後はやっぱり、診断が難しいという、事実と、事実をちゃんと認識して、そして診断の顕微鏡で見る技術を磨くっていうのがとても重要なんですね。この若い人たちを集めて、こういう勉強会をした時の写真ですね。で、あとはですね、診断が確実な場合でも、なかなか普通の外来で、この MDS のことを、ドクターが十分に説明するというか、実際問題、日本の医療システムの中で、それを十分やるというのは難しいことがあります。だから、ドクターにもあまり十分知識がないという場合が、実はその方が多いので、説明、いずれは発明になりますとかですね、患者には職しかありませんとか、職しかないんだけど、残念ながらあなたの面ではできませんですね。そういう、いい加減な説明があるんですね。で、いずれは白血病になる病気ですが、とても誤解を招く言葉で、白血病になるわけじゃないですね。
血病と区別のしにくい検査データになるというのが真実で、血病に完全に移っていくわけじゃないですね。治療も本当の白血病と MDS からそれぞれついてきた方のと治療に効く治療は違うんですね。同じようなつもりで治療していると痛みに遭うんです。だけどそういう認識があまりないのでこういう説明になることも多いですね。飲食についてはもう言ってますけど、あまりにも成績が悪い、あまりにも生活の質を落とすだけというのが実態ですね。だから古いデータで説明を受ける、相変わらず古い予防データが出てますのでね、それしか、はっきり言えば使えるものがないというのは、で、これが予防を、検討をつけるような IPSS という方法がありますけれども、それで検討をつけて、生存の治療値が出てますけれども、こういう治療値が出てまた3.5 年しかありませんとか、1年しか隠されてませんとか、そういうことを言うんですね。だからこれは中央値を使っているので、中央値を使っているという意味は、そこに100人が住んでいたら、例えば5回生きた、1年生きた、2年生きた、3年生きたという並べてですね、小さい方から大きく並べて50番目の位置を取るだけなんですよ。でこういう統計処理をするということは、もともと非常に予後に幅がありすぎて平均値では表せないので、治療値を使いました、使ってみましたというだけなんですよね。ですので、それから一つはですね、これ古いデータで昔の治療法のなかった時代のデータで、だから診断、1982年にベネット先生が概念を確立した後に、非常に典型的な分かりやすいようなデータの患者さん、その当時分かり今とは違って非常にデータが悪くないと、なかなかこの診断がつきにくかったという事情がありますので、とても悪い状態で発見された方で治療がなかった時代のデータの集合値ですね。だから実態とは全然違うんですね。で、その IPSS のデータがやっぱりがんセンターとかでは発表されているわけですよね。でも実際にですね、治療してみると、これ同じ、ここ10年ですね、がんセンターです。これ私ども の経験で、これ120ヶ月、ちょうど10年のところですけれども、結構長生きされる方って多いんですよね。でこれ1年ちょっと前のデータで、一番予後の悪そうな方がぐらいだったんですけど、今はまたいろんな工夫でそこもだいぶ改善しています。ということで、適切に対処できれば多くの場合長期生存が期待できるというのが私の経験ですね。で、最も注意する診断が確実で MDS の方が最も注意する点というのは、胸中球の数と出血の症状の強さと末梢血の波及する単位数なんですね。で、胸中球の数というのは、これ白血球の数が出ていて、そして白血球の坂身が大変ですが、病院によってこの形式はだいぶ違いますけれども、ここに肝臓白球とか分尿白球と書いてある、これが胸中球、この2つの胸中球という
スタブとかスリとか表現しているところもありますね。でこれはパーセントなんで、このパーセント 3%、65%、明日は 68% ですね。4000、白血球4000このうちの 68% が50ということになります。ですので 4000×0.68 で 2700ということになります。この好中球 の数がですね、1000個以上だと普通なんですね。何も問題は起きないです。で、1000個を切ると一応感染症 のリスクは1000個以上の人に比べるとちょっと増すとは言われています。で、500以下でさらにその危険度が増すというふうに言われていて、で通常ですね、100を切った状態がずっとずっともう感染は必ず起きるというふうに思います。でまあ、このここにだけどですね、500程度ぐらいだったら補充量500前後という場合には感染を起こさないことの方が圧倒的なんです。ですのでこういう場合はちょっと様子を見てた方がいいです。でどんどん危険なのはどん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 低下していく。特にスピードが速い場合は感染の確率が出てきますので、ということでなければ慌てないで経過を見ることが可能です。で、あとはさっき言いましたように学級と単級、これも白血球の中のに学級が出てくるのか、あるいはもともと単級がありますけれども、それが随分増えてくるかということですね。で、量が増えてくると危険なサインでも、だけどですね、学級、まあ、大抵学級が 3% とか 5% とかになると担当の方が慌て始めるんですね。で治療しなさいとか言い始めるんですけど、これは本当にないですよとか言うんですけれども、学級が 5% とか 10% ぐらいで何もしないで安定している人もいます。それは特別な病気だったり病気でなくても多分他にもいろいろあるんだと思うんですけど、ですから要注意なのはやっぱりどんどん増える短期間のうちが増えるという場合ですね。そういう場合は例えば学級が数千になる、ほとんどなかったんですけど2週間後に数千になってたっていうんだったらもう対処は多分必要で、翌週また採血をしてやっぱり増えているということであれば次の対処をした方がいいですね。だから増えるスピードっていうのは重要で、もう満単位、学級が満単位、例えば白血球が1万5000とかそういうふうに増えていて多くは学級ですっていう時にはもうすぐに治療しないといけないですね。だけどそうじゃなくて白血球はあなたの白血球は3000ですとか6000ですとかで、学級がちょっとありますというような時にはそのまま行くことも結構あります。で、病気って例えば胃がんを見つけたらすぐに手術をしましょうとか、そういうふうにすぐに対処した方がいいものもありますけれども、すぐに手出しをするとかえって足を引っ張るというものもいっぱいあるんですね。だからMDSの場合は特にそういうことが多いので、どこで治療を始めるかという判断はとても重要ですね。あとは血小板ですけれども、血小板も少々減ったぐらいでは問題は起きないですね。5万以上あるとお腹開けるような手術もできますし、2万ぐらいあると本当に可能です。これはでもよっぽどよく知識がないとこういうふうに対処してくれる病院はあまりないので、例えば東北の病院だと5万だったらもう血小板輸血をしちゃうとかですね、三重の病院だったら2万だったら血小板輸血をするとか、関西の方は結構血小板輸血頻度
少ないですね。よりで外来で見てる方で1万ぐらい髪の1万を切っても化粧予別をしなくて済んでる人の方が多いです。これもやっぱり慣れ、体の慣れっていうのがあるので、化粧板もグググググッと減るとですね、やっぱり出血しやすいとっていうのがあるんですね。そうじゃなくても慢性的にこう同じような感じであると出血するリスクはそんなにないんですね。化粧板予別って繰り返し行っていると効果がなくなってくるというようなこともあるので、それから輸血の中で一番副作用の出やすいものなんですね、化粧板予別って。ですので、まあ、よくよく考えてみたいなことですね。で、まあ、エムディスと診断されたら注意するというのは、まず診断が確実なのかということと、適切な対処が行えればですね、長期に生存している方が圧倒的に多いです、私の経験で。だから注意する一番こうよろしいのはこういうところですね。まあ実際のところ、この MDS を見慣れてるドクターっていうのは、例えばダレアのレベル、お尻のレベルということになると、ほとんど信用できるとかないですね。まあこういうところでだから、まあ来ていただいたので言いますけれども、まあ、それが現状なんですよね。ですので、まあ、近くで、私どものところに通えれば、もちろんそれがベストですけれども、そうでない方で、近くでこうドクターに診てもらっているときには、セカンドオピニオンで来ていただけると、こちらの意見を、専門家の意見を返せますので、そうするとだいぶ向こうの先生もそれに従って対処をしてくれるということは最近は特に増えてきました。昔はですね、もう拒否ことが多かったですね。やっぱりドクタープライドが高いドクターが多いので、最近はだいぶそういうことも可能なケースが増えてきました。